にちは。還暦 YouTuber、仲人ハッピー結婚しようチャンネルです。今日は結婚願望ない男性とある男性というお話をお届けします。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことで、あなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。話の内容が参考になると思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。月曜に婚活や恋愛心理学のお話を、また水曜、金曜、日曜には近隣の史跡やパワースポット、博物館やデートスポットなどたくさんご紹介しています。恋愛や結婚生活でご活用いただけると思いますので、結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。今回は男性の結婚に対する意識、結婚への意識、結婚したくない男性の特徴、干渉を嫌い、自分の趣味が第一の自由人、大きな夢や目標がある一人好き、家庭を持つことの責任感の重さ、結婚したくない男性の本音と心理、結婚願望がある男性の特徴、仕事や結婚後の理想を語る、友人に紹介したり家族の話をする、将来の家庭の具体的な話をする、こんな内容のお話をしますので、ぜひご覧ください。 1. 男性の結婚に対する意識。 1. 結婚への意識。ある調査で見た男性が結婚したくなるおおよその年齢は、圧倒的に30歳を過ぎてからが多く、仕事ややりたいことも落ち着き、自分の周りで結婚する友人が増えてきた時だということです。女性は生理的に出産することを考えた時、嫌が多でも適正年齢はあるわけで、男性の場合それほど急を要する事態ではないために、結婚願望の強い男性はやはり少数派なのだと思えるのです。相談所の元女性会員さんのように、男性と女性では結婚に対する考えやタイミングがどうしてもズレがあって、お互いに好意があるからといってすぐに結婚へと二人の意識が向くことはなかなか難しい一面があるようです。そんな時にはやはり結婚相談所をおすすめします。結婚相談所であれば、在籍男性はすでに結婚する意思を持っているので、交際に入って男女ともに好意があればたちまち具体的な結婚へと向かえるのですから。結婚したくない男性の特徴。干渉を嫌い、自分の趣味が第一の自由人。結婚願望がない男性は自由を好み、やりたい趣味に没頭していることが特徴です。自分がしていることに対して口を出されるのを嫌がります。また毎日 LINE をしてほしいという女性や、自分のしていることに対する彼女からの干渉を嫌います。没頭する趣味がある人も結婚したくないと考える人が多いようです。趣味にお金や時間を費やしたいために、結婚に関心が向かず面倒に思うのです。自分の趣味に没頭していて強いこだわりがある人は結婚願望は低いでしょう。大きな夢や目標がある一人好き。夢や大きな目標を持っている人は自分の具体的な計画を考えている人でしょう。結婚することが夢や目標に対してのメリットにならない限り、結婚は後回しにしてしまうでしょう。また仲間と群れるより単独行動を好む人も、結婚願望が少ない男性に多く見られる特徴です。そんなタイプの男性は単独行動が楽だと考えているし、他人に合わせることが苦手だと思っているのでしょう。単独行動好きの男性は共同生活である結婚を自ら好んでしたいとは思わないでしょう。独身の自由があるうちに仕事をバリバリやっていたいというケースも結婚したくない原因の一つになり得ます。残業や遠方への出張や出向をしても、自分のキャリアを積み上げたいと思っているうちは、結婚して家族を持つということが邪魔にさえなってしまうでしょう。家庭を持つことの責任感の重さ。独身男性にはそれほど大きな責任がありません。もし仕事やプライベートで大きな失敗をしたとしても、ペナルティは自分だけで済むことになります。ところが結婚して家族がいたら、自分の失敗によって家族にもその影響を与えてしまうわけです。そんな影響を考えると大きな責任を感じてしまい、責任が増加することを嫌って結婚することを強く望まなくなってしまう傾向にあるようです。
また独身がとても気楽で自由に過ごす時間を多く持てることにメリットを感じているというのも結婚を望まない男性の理由として多いようです。生涯を共に過ごすということを重たく感じる男性だと結婚願望を持てないでしょう。結婚したくない男性の本音と心理、その男性の友人関係がまだまだ遊びたいと思っている男性の多い環境だと結婚願望が少ないことが多いです。結婚すると独身の頃のように遊ぶわけにはいきませんし、家庭に縛られたり自由に遊びに行けなくなるのが嫌なのでしょう。自由に遊びに行ける独身の友達が周りにいる限りなかなか結婚を考えられないのでしょう。両親が不仲や離婚していたり、周りの友人が結婚生活に苦労しているなど、その男性の家庭環境が結婚にいいイメージが持てない場合は、結婚に対してマイナスイメージを抱きやすく、結婚は大変で難しいものだって思い込んでしまうのです。結婚願望がある男性の特徴、仕事や結婚後の理想を語る。基本7割の男性は仕事が一番大切だと思っていると言います。そんな中でも仕事をこの先どのような展望で進めていくかや、あるいはね、どんな風にこなしていくかについて語る人もいるようです。例えばね、転勤の多い仕事などの場合はなおさらのこと、ある程度この先の展望を語ることで無意識にね、結婚相手を選別しようとしている一面もあるでしょう。友人に紹介したり家族の話をする。男性があなたを友達に紹介した場合は、それは結婚を考えている証拠と受け取って良さそうです。結婚を考えていなければわざわざ友達に紹介するという思考にはならないでしょう。女性だって同様に、親しい友人に彼を紹介する場合は真剣交際している人以外を友人にわざわざ会わせたりしないものです。また両親のことであれば、どんな性格をしているとか、どんな仕事をしているかなどを話題に出すようになります。兄弟構成や兄弟の仕事や兄弟が結婚しているかどうかなども話題に出すように変化していくでしょう。一般的に結婚を考えていない相手には親や兄弟について話さない男性の方が多いと言います。将来の家庭の具体的な話をする。結婚後にどんな生活をしたいのかとか、結婚したら奥さんの手料理を食べたいとかね、家事は分担したいなど希望しているね、理想を話すでしょう。料理や家事について自分がどの程度できるかという話をすることもあります。これは料理も家事もちゃんとできるといったアピールの意味もあるようです。結婚したら子供が何人欲しいなどと話題に出すとき、結婚を意識していない男性はいないでしょう。特に男性にとってほとんどの場合、子供は結婚しないと持つことのできない特別な存在です。結婚したらさというね、話題が出るのは、たとえまだ約束していなかったとしても彼の中でそれがほぼ決定事項になっている証拠でしょうし、真剣に考えているというサインでもあります。いつくらいまでには結婚したいねなどとね、近場のね、未来の話も結婚を真剣に考えている相手だからこそ出せる話題です。終わりに、正直なところ、結婚をするって大変なことです。でも結婚をすることでしか手に入らないものがたくさんあるのも事実です。お互いに相手を思いやり合って、譲り合って、補い合って、助け合っていくことで素晴らしい結婚生活は現実のものとなります。お互いにそれができる相手を選ばなくてはならないのが結婚です。もしかすると、そんな譲り合いの第一歩がいつ結婚するかということなのかもしれませんよ。結婚はタイミングってよく言われる通り、お互いにいいと思った時期にいい結婚をするために、まずは相手が今結婚についてどう考えているのかを少しずつ探っていくといいですね。あなたのお幸せをお祈りいたします。それでは今日はここまでで、また次回、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴ください。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。